ABC 木原です。よろしくお願いします。はい、今朝の戦略会議で、教育基本、振興基本計画に教育委員会自体の改革を盛り込むようにという指示をなさいましたけれども、まあ、要望ですか、なさいましたけれども、具体的に現行の教育委員会体制でできる改革というのは どういうものがあるとお考えですか。まず意思決定のやり方、先ほども言いましたけれども、機関決定をした後にね、ああいう形で委員長が個人の見解をベラ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 喋っていいのかってことですね。で、全部それが引用されてですね、大阪市の教育委員会の考え方のように引用されてしまうわけですよ。だからもうちょっと教育委員会の意思決定のあり方っていうものは考えてもらわなきゃいけませんね。それから緊急事態の時にどのようにするか、合議体のままでこれ進めていくのが可能なのかどうなのかね、そういうところもどうするのか、誰かに一任するのか、緊急事態どうするのかって、まあ、意思決定のあり方ですよね。まあ、これは教育委員の問題というよりも一番重要なことは事務局の問題です。要は今回の件を受けてね、教育委員会の事務局ってものは学校とどれぐらい の、関わり方をしているのか、どういう関わり方をしているのか、学校の自主性を重んじるというのは僕は大賛成ですけども、やっぱりこれは自主性の名のもとにもう完全に白紙任になってたんじゃないかというところがありますから、学校の自主性を重んじて任せるところと、そうじゃなくやっぱり教育委員会がしっかり関与して把握すべきところ、この役割分担も曖昧ですよね。それは入れ墨調査の時がもういい例で、校長にお任せします、それはそれでいいですけども、調査の方法もお任せしますでいいですけども、実際に入れ墨している教員を教育委員は把握してないっていうんですから、どうやって人事権行使するんですか。そんなのおかしいですよ。だから学校に任せることと教育委員会がしっかりとグリップ効かせなければいけないこと、そういうところの仕切りも曖昧でしょうし、それから人事のあり方とかね、特にちょっと聞くところによると、例えば顧問のね、リストっていうか、そういうところは教育委員会の人事部では把握してないみたいですね。それは指導部が把握してると、技術指導員については、なんかそういうところの縦割りの問題だったりとか、まあちょっと教育委員会の事務局がどういう形で教育行政やってるのか、それを一回検証してもらって、まあ改めるべきところは改めなきゃいけないですね。で、何がね問題かというと、これ知事時代からも思ってたんですけどもね、教員いろんな考え方、現場としてはこういうふうにやってほしい、ああいうふうにやってほしいっていういろんな思いがあるのに、それがちゃんと教育委員会事務局の方に伝わってるかどうかですかね。伝わってるかどうかですよ。僕のところいろんなこと来るんですよ。で、知事時代にね、こういうことありまして、これは不費負担の教職への問題もあるから大阪市内の教員にも影響したことなんですけども、通知表かな、指導要領かな、あれを全部手書きでずっとやらされてたわけです。で、現場の若い先生たちはなんでパソコン使えないのか、ワープロ使えないのかってみんな言ってたわけです。で、僕のところにワン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 来るから、で、僕が教育委員会の幹部呼んで、これなんで手書きじゃないとダメなんですかって言ったら、なんでワープロダメなんで、ワープロはダメなんですか、なんで手書きだけなんですかって、みんな言葉詰まっちゃうわけですよ。で、合理的に理由ないんだと、ワープロでいいじゃないですかと、先生手書きでこれ大変困ってますよと、ワープロでやったらものすごい効率化するのに、みんな手書きでやってて、教員何万人いるんですよ。こんなことをなんで知事が言わないと変わらないんですか。全く風通しの悪いね、組織になってますよ。学校現場とこの教育委員会事務局が。ワープロの指導要領かなんか、ワープロか、ワープロにするっていうのは、僕はそれ教育長に言って、みんな理由言えないもんですから、それで今もうワープロ化になってますけど、こんなことを現場の方から声上がってきたら、何かしらそれ対処するやり方ぐらいあるでしょ。それから、あれですよ、これもまたちょっといろんな現場から声、現場の声聞いたら、また制度がどん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 使いにくい制度になってきてるらしいですけども、修学旅行行くときの下見行くときに、公共交通機関の分しか、その旅費が出ないんだけれども、みんな、修学旅行の下見なんかやるのは、田舎に行って、そのバス乗って何してって面倒だから、先生方はマイカーで行きたいんですよね、自分の車で。でもこれで行くと、旅費が出ないと。で、それも結局そういう声が来て、で、僕がまた教育委員会の幹部呼んだら、いやそれはどうのこうのってなって、でまたルールできて、一応今できるようにはなったんですけど、まあいろんなルールがつけられたんで、また教育現場としては使い勝手が悪いって言うんですけど、なんでこんなことがね、その現場の声がそのきちんと教育委員会の事務局に反映されないのか、
不思議でならないですね。だから、本当指導要力をね、指導要力をね、手書きでやってて、みんな不満持ってるのに、そのルールすら変えられない。これはもう組織の手なしてますよ。それ、これは教育現場の声が事務局に反映してないこと。今度は裏を返せばね、教育委員会が通達を出してること、体罰禁止なとか何遍出してるんですか。どんだけ通知出してるんですか。全然現場守られていない。で、スポーツ現場においては、教育委員会が毎年毎年通知を出して、体罰事案が生じたらまた通知を出して、研修までやってるのに。これスポーツの現場で、今回桜宮高校は全く無視ですよ。これ一体ガバナンスってどうなってるんですかね。僕はこれはね、また朝日新聞とかが、毎日新聞がね、猛反対してた、君が代規律斉唱条例ですけど、あんなの思想の問題とかそんなんじゃなくてね、ガバナンスの問題だって言ったのはこういうことですよ。教育委員会が決定して、君が代を歌うときには、卒業式で君が代を歌うときには、規律して歌いなさいよってことを2002年かなんかに決定したのに、これ現場守ってないって、こんなことを平気で許すなんてありえないじゃないですか。これそんなのもし、規律強制ができないって言うんだったら、教育委員会が建前論言わなきゃいいんですよ。別に座って歌ってもいいですよということを教育委員会で決定したらいいじゃないですか。で、非難合合世間から浴びたらいいんです。まあ、建前論すぎますよ、この教育現場っていうのは。体罰禁止でも通知だけ出してたら、なんとなく教育委員会の責任果たしたような気になってね。君が代規律斉唱条例の僕がこだわったのはこういうことなんです。ルールを決めた以上は守らせる。そういうような姿勢がね、とことん欠けてしまってるのが今の教育委員会のその体制だと思ってますから、まあ、体罰禁止なんかについてもね、スポーツの現場で手を挙げる指導が正しいと思ってる、そういう学校においては、教育委員会がいくら言っても無視してしまってる。全く組織としてガバナンスが効いてないというのを思いますね。だからこういうところを徹底検証してね、やっぱり胃の一番にやらなきゃいけないのは教育委員会の改革ですよ。法制度を変えるって話は、これは政治の話だから、それはやりません。教育振興計画では、教育委員会廃止とかそういう話にはしません。現行の法制度の下での今の組織の在り方をやっぱり抜本的に改革していく、見つめ直していく作業が必要なんじゃないでしょうかね。